昭和ライダーで殴り込みシリーズの第2話、ブラック RX-J のレジェンドレアで勝負。というわけでね、今回はまあ俺の中で強いと思っとる仮面ライダーブラックのレジェンドレア と、仮面ライダーブラック RX のレジェンドレアと仮面ライダー J のレジェンドレアで戦う。今出たカードはわからん、ドラシエルみたいな仮面ライダーやね。俺見てねえんだよ、ガイム。わかんねえんだよ。よし、じゃあいつも通りライダー全国対戦でやっていこうね。勝てるといいんだけどね。これね、このレジェンドレア、いや結構ね、いいよこれ。この RX はね、バイクに乗った状態でリボルクラッシュをするっていう必殺技を持ってるしね、ぜひとも決めていきたい。ライダーシンボルをゲットしよう。さあ変身、これ見どころね。やっぱり力が入ってるからね、ブラックと RX はね、スタッフに好まれてるんだろうね。まあレジェンドレア だからこそ見れる。ブラック、あごめん、 手がちょっとごめんね、手をどかしたらいいんだけど、ごめんごめん。これ仮面、いやかっこいいね、これちゃんと倉田哲夫さんの本人の声が入ってるからね。仮面ライダーブラック、次もこれはすごいよ、これはすごい。すごい、ちゃんとグラグラなってるっていう再現度もすごいよね、これ。RX のテレビのオープニングね、これ。すごいよ。ほら。いや、これはすごい。かっこいいよね。変身ポーズじゃないけど、かっこいい。これ J ね、背景虫キングのあれな、ステージのデータ使ってんのか、手抜きっぽいけど、まあ、とりあえずブラックと RX だけ凄まじいね。よし、飛ばして、ライダーシンボルね、何にしようか。まあこれ新しく手に入ったやつね。よっしゃ、行くぜ。相手は、見えねえけど、ガンバライダーと、タンクタンクと、イクサライジンだよね。さあ、行くよ。やべやべ、スロットバトルがまた俺下手くそやと。体力はこっちの方が勝ってるね。おかしいおかしいおかしい、なんなん70ってやばくね、70どんだけなの。やっぱりね、平成ライダーはね AP ボーナスすごく入るみたい。すごいね AP ボーナス、勝てないじゃん。ブラックボールフォーム、とりあえずパーフェクト取りたい。よし、オッケー。あ、やべえこれはやばい。おおおお、あーやばいやばい、おやおやおや、よしこれ頑張ったよ。今画面がブルッと揺れたやろ。よっしゃー、まあでも必殺は食らうんだけどね、防御してもね。
身狩り防御の時のセリフもかっこいい。タンクの必殺技なんかなこれは。そこそこ防いだな。もうやばい HP。頼むぞ AP、 AP 頼むぞ。やばい、お、激烈出たぞ、激烈出たぞ。でも全部アイコンが違う。加点加点加点、300、380でも桁が違うもん。桁は一緒やけどね、もう150違うってのはおかしいよね。ライダー 1.5 人分ぐらい追加されちゃってるよこれ。いやでもね、昭和ライダーは諦めちゃいけんからね。よし、パーフェクトきたよ。これはいけん、これはいけん。まだ必殺技食らうじゃん。お、あー、バーストしちゃったね。戦名護さん戦やね、これはね。名護行く。この必殺技さ、昭和ライダーの必殺技であり突っ込みどころあるよね。これ隙が長い、隙が。これはかっこいいわ。これは普通にかっこいい。これが俺の遊び心だ。結構食らったぞ。やばいやばいやばい、相手に手も足も触れられてんのよこれ。いやいや、昭和ライダーは諦めちゃいけんのよ。 RX も J も一回死んだ身だしね。あー、トリプルアタック攻めて出てほしかったな。いや、やばいやばいやばい、240の3… おかしいね、こりゃ。これおかしいおかしい。 AP がやっぱ低いね、昭和は。でもガンライダーって珍しいね。うん、どうだ。まあ、防御したところでも死ぬんじゃね。お、カウンターカウンター。あ、ボタン連打と勘違いして連打する。よっしゃ、これ逆転できるかな。必殺2回ぐらい決めたら勝てそうやけど、誰をバーストさせよっかな。ラウンド3以降やったら J バーストさせた方がいいんやけど、これラウンド何本、何本やったっけこれ。4か。しまったね。J やっちゃけよかった。でもまあブラックの必殺技見れるからさ、みんな楽しみにしとって。もうかっこいいけマジで。ブラックと RX とだけ再現度高い。よし、さあライダーパンチ&ライダーキック。よし来た。動きがもう岡本二郎さんの動きや。ほらやばいよ。で、そこでポーズ、
これもかっこいいね。いやいいね、これどんぐらいかかったかな。もう結構食らってるよ。あともう一回必殺で決めたら勝てそうじゃん。やべやべ、数値がえカード下げとるでわし。おい、よし、まあバーストしたからこれでなんとかね AP バトル勝てたらいいんだけどね。あ、ダメ。あ、トリプル、もうおかしいってこの時点で。おかしいおかしい、勝てねえよこれは。そう、10に負けちゃった。いや、これダメやろ、防げんやろ。パーフェクト取ってギリギリ持つか。いや持たんな、裏返しやから。戦かな、落ちようと。斬新よね、ガンバライダーの、まあ、フォームチェンジが顔を交換するっていう、ね、結構斬新。俺のガンバライダーはまだ能力がレアぐらいしかないけど、ね、さあ RX で身代わり、リボルクラッシュかい。自分の攻撃を食らう RX。 あー、若干刺してるね。おー、一血ポーズも、まあちょっと動きがジローちゃんじゃないけどいい感じだね。あ、やっぱりほら、負けちゃったよ。まあライダーガッツもないだろうし、うん、まあしょうがないね。負けたが勝てると思ったんやけどね、このカードが。しまったな。たまにこれ何をレベルアップさせたか忘れちゃうんよね。順番にレベルアップさせようんやけどね、必殺重視で。ライダーシンボルゲット。次回予告。これはね、大ショッカーの、大ショッカーというかディケイドの力を使ってね、ライダーカードを作ったんよ。なんでかっていうとね、マキブガンダムマキブオンやっちゃってもさ、俺って基本的にはお気に入りランダムでシャッフルしかやらないのよね。だから長続きするんやなと思って。今みたいにね、固定チームで負けるってなんかあんま面白くないじゃん。じゃけんね、カードでねランダムにして、で次の対戦ライダーを決めようと。で1回目、仮面ライダースノーブラックね、スノーブラック。で次がJ、で次が V3 ね。よし、じゃあ次回第3話シャッフルセンチピードでお楽しみにね。